皆さんおはようございます。2023年3月12日フェイス合同メソジスト教会日本語部礼拝を始めさせていただきます。はじめに皆さんで賛美いたしましょう。どうぞご起立ください。主に向かって喜び歌おう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び歌おう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。今日もし御声を聞くなら、メリバの時のように、アラバのマサネの日のように、その時あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら、私を試した。私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心が迷っているためだ。彼らは私の道を知ってはいないと。それゆえ私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息には入れないと。ご着席ください。お祈りに移らせていただきます。親愛なる天の父なる神様、あなたの御名をここに褒めたたえます。一週間が無事に守られ、日曜日の朝兄弟姉妹とともにここであなたを礼拝する時を持つことができることを感謝いたします。さまざまな事情でここに集うことのできない兄弟姉妹を覚えます。オンラインで参加をしてくださっている方々もいらっしゃいます。それぞれの必要にかなう日々の救いを今週もどうぞお与えください。
気候のせいか体調を崩している兄弟姉妹も多くいらっしゃいます。また体や心に問題を抱え悩み苦しんでいる人もいます。一人一人に寄り添い支えになってください。また私たちもお互いの支えになれるように導いてください。昨日3月11日は東日本大震災発生から12年目で、日本各地で追悼が行われていました。12年という年月が経っていますが、傷がすべて癒されたわけではありません。私たちも心を込めて被害に遭われたたくさんの方々のために祈りを捧げたいと思います。また世界中でさまざまな自然災害の被害を受けられた方々のことも覚え、あなたの癒しと愛と支えが与えられるように祈りを捧げます。受難節に入っています。イエス様の十字架への歩みと意味を学ぶ時を持つ時期です。私たちのそれぞれに聖霊の力がよく働き、理解することができますように祈ります。また感謝の心を持って復活祭を迎えることができるように、私たちの心も整えていってください。そして復活祭に向けてこれから教会で計画されていることをどうぞ守り祝福してください。これからメッセージを聞きますが、語られるベッキー先生を務めてください。あなたの言葉を愛を持って豊かに、そして大胆に語ることができますように。そして聞く私たちの心も聖霊の働きによって開かれますように。このさまざまな祈りを贖い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは仮になく汝のものなればなり。アーメン。続いて聖書を拝読させていただきます。本日与えられている箇所は出エジプト記の17章1節から7節です。イスラエル人の全回収は主の命により真の荒野から旅立ち、旅を重ねてレフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。民はそのところで水に乾いた。そこで民はモーゼにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上がったのですか？私や子供たちや家畜を乾き死なせるためですか？そこでモーゼは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。主はモーゼに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。さあ私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。それでそのところをマサまたはメリバと名付けた。それはイスラエルが争ったからである。また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである。本日のメッセージは良い水を飲むです。お願いします。おはようございます。今日も雨ですね皆さん。でもね、これが私たちにとっては恵みの雨だなと知っているけども、ちょっと鬱陶しい。昨日はですね、事故を4つも見てしまいまして、私自身ちょっと運転していろんなとこ行ってるので、
いや大変だなと思いました。さて世界では水の良いとこが結構あるんですね。で日本に行くとですね、あの水の良い湧き水がすごく美味しいというとこがあるんです。で私が住んでた長岡京市っていうとこはあの水が良いとこなんです。だから必ずですね、水が良い場所っていうのは何があるかっていうのはサントリーね、あのワインじゃなくて何だっけ、ウイスキーですよ。それ作ってるんで水がいいから。で湧き水はですね皆さんただですよ。で朝行くとですね人が並んでるんです、ただの水をもらいに。容器を持って、こんな大きい容器を持って入れるんですね。それが美味しいんです。である人はですね、あの山の上の方にあるお寺の水、美味しいお水がありまして、そこの水で目を洗うと目が良くなるといってね、毎日クリーンな水を取りに行く人もいるんですね。である日教会特別集会がありましてですね、ハーベストタイムの中川先生が来たんです。知ってますか、中川先生。で彼が来てですね、あの講壇の横に必ず水があるんですね、しゃべりながら飲めるように。そうです、熱が入るとですね、彼はちょっとストップするんです。あのタイミングを測る大阪のおっちゃんなのでうまいんですよ、それが。お笑い系で、で水をゴクゴクって飲む。そうするとこういうんです、おいしい、これおいしいやんって言ってで、なんでこんなにおいしいのか、世界中、まあ、日本中いろんなとこで話をしている人がこれはおいしいと声を上げるほどおいしいただの水道水です。本当だ、水ただの水道水で美味しいんです。シアトルという町はですね、水が美味しいです。水道水を普通に飲みます。水に関してはロスでは気を使います。私は水を買います。節水が続くし、とっても水は貴重です。庭に水なんかまかないんですね。でも今年の雨はすごい被害が出てしまうぐらいです。慣れてないんですよね、雨にね。まずね、ここ今日のところ、イスラエルの民は水のことで争ったんです。まあ、飲み水ですね、おいしい水が欲しいということで事件が起こりました。リーダーであるモーセと争ったんです。なんか国内紛争みたいなもんですよ。リーダーが悪いからこんなことになって生活が大変なんだっていうことを言うんですね。でこれは2回目です。エジプトから出て2回も紛争があったんですね。15章を見ると、1回目はあの紛争がありました、で解決しました。これ2回目はその1回目に、ま、以上にひどい紛争になってしまうんです。なぜならリーダーを殺そうという暗殺計画が出るんですね。民はつぶやきました。もう心にはね、もう文句が、不満がいっぱいになりました。こんな水のない生活、それもテント生活、こんな食べ物が全然ない人生、貧しすぎて耐えられないという不満でした。どうすればいいか、もう責任取ってくださいよモーセさん、あなたリーダーでしょって言ってリーダーを責めたんです。それでモーセを石で撃ち殺そうと激しい争いになりました。さてエジプトを出るように導いたのはね、モーセじゃなくて神様です。だから民は神様を試みたと聖書は書いてあります。神様の奇跡を見て、すごい、僕たちは本当に救われたんだとみんな分かったんです、ついさっきまで。で民は神様はね、すごい人だ、すごいお方だと言ってて、神様を恐れました。本当に信じました。あのジージージーヒヒヒヒじいちゃん、アブラハムから信じてるその同じ神様です。なのに今本当に神様はいるのかいないのか、神様の存在を信じられないと言うんです。ひどく貧しい生活で苦しい時に心が渇ききるとですね、みんな神様を疑ってしまうんです。神様なんか信じられない、こんな苦労してるのにと思いませんか。
神様ならもっといい生活をくれないと困ります。車を盗む人なんかいたらそれは神様がいるという証拠にならないと思ってしまうんですよ。そこでモーセはですね、神様に叫んだんです。どうしたらいいのか助けてください。だって本当に水がないんです。モーセも喉が渇いてるんです。で、自分が責められて自分のせいだと言われてます。モーセはね、水が出したくても出せないんです。だって神様じゃないから。水が欲しいと思ったらモーセでさえ神様にお願いしないといけないんです。問題解決方法っていうのはね、結構ありますよ。皆さん知恵がある思慮深い人はね、問題をよく解決できます。で、相談する人がいたら問題が解決できます。アドバイスをもらう人がいたら問題解決ができます。でもね、それが全部ダメな時があるんです。祈っても、あ、じゃあごめんなさい、祈りでしか解決できない時があるんです。人の力では無理っていう時があるんですね。神様はモーセに答えを言いました。ホレブに行きなさいと。そこにある岩を、あの杖で、海をほら割った杖ありますね、あれで打ちなさいと言ったんです。岩を打つんだって。そしたらどうなるんだろう、水が出てくるんですね。ただ一人で行っちゃいけない、長老さん幾人かと一緒に行くんだよと。で、本当に岩を打ったらそこから水が出てきたんです。で、私たちはどうやって山の岩から水が出るんだろうと思うけど、日本ではそれはね、普通にわかるんです。だって山に行ったら湧き水がいろんなとこで湧いているからですね。さて、この事件はすごく重要で、新約聖書で何度も引用されています。第一コリントの10章はこう教えています。この岩っていうのはね、イエス様だよと言うんです。水は何だった、御霊の飲み物だよと教えているんです。この事件からちょうど1500年後、イエス様は撃たれました。岩だから、撃たれたっていうのは殺されたんです。モーセは殺されなかったけど、イエス様は本当に殺されてしまいました。どうやって殺したか、誰が殺したの、神様が撃ったんです。まあモーセは杖で撃ったんだけども、撃てと言ったのは神様です。神様がイエス様を撃って殺したんです。実際十字架にかけたのはローマの兵隊さんだし、そのように仕向けたのはユダヤ教のリーダーたちだけど、本当に撃ったお方は神様です。なぜ神様は大事な我が子を撃つんだろう、なぜ神様は子供を撃つんだろうと思いませんか。親ですよ。それはね、不信仰な人たちを、うろうろうろしてる子がいっぱいいるんです。その子たちを救おうと思って一番いい子を撃ったんです。一番大事な子を撃って、他の良くない子たちを救ったんです。悩む人を救ったんです。乾く子供たちを助けるためにイエス様を撃ったんです。罪に悩む人がどん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 増えていました。助けてほしいと声が聞こえるんです。祈りが届きます。だから神様はイエス様を、子供を、一番いい罪のない子を撃ったんです。大事な一人子イエス様を信じる人は救われるという道を準備されました。そして信じた人には御霊が、聖霊様の力が注がれます。枯れない水で人生を生かす水なんです。心が枯れて文句が出る人生、そんな人が変わります。ただ飲まないといけませんよ。皆さん、この水はやっぱりいいわ、教会にも行きたくないしと言ったらですね、飲まなかったら変わりません。飲むんです。ヘブル書の3章で、私たちもこのモーセの時の
民のように心を固くなにしてはいけませんと教えています。今日もしあなたが神様の声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように、あのイスラエルの民のように心を固くしてはいけませんよ。心が固い人、柔らかくならないといけないよと教えています。死を試みました。証拠を見せろと証拠を求めました。心はいつも迷ってるんです。本当に神様がいるんだろうか、私は信じられない。そんな人にならないようにと神様が言っているんです。で、初代のクリスチャンたちはですね、当時ローマ帝国とユダヤ教のリーダーたちによっていろんな迫害を受けたんです。荒野の生活です。生活が全然 よくないんですね。苦なんですよ。でもしっかりと最初の確信を保って生活をしなさいと教えているんです。不信仰にならないように生活するんだよと教えています。神様の声に従うようにと教えてるんですね。私たちに語る神様はモーセの時代であってもローマ帝国の時代であっても今であっても同じ神様です。心を固くして神様の言葉なんて聞きたくないと言うんだはダメだよと言ってるんです。神様の声を聞いても聞いても神様に従うなんてできない。教会に行っても行っても神様を信じて従うなんてできない。礼拝に出ても礼拝にやってきても全然神様を信じて従うという心は起こらない。まあそれじゃダメだよというのを教えてるんです。心を柔らかくして神様を受け入れなさいと言います。本当に神様はいるんだろうか、じゃあなんで私のライフはうまくいかないんだろうと思ってる人、人生が面白くない、仕事が大変だ、もっと給料が欲しくってもう少し生活が良くなりたいと思っている、水があってもね、苦い水しか飲んでないよね。飲めない水じゃダメなんです。良い水を飲まないといけません。そうするとね、その良い水をイエス様を飲んで心の中に受け入れると入れるとですね、必ず安息、安息っていうのは良い安らかな人生が準備されているんです。必ず安息に入ることができます。それを信じて荒野の生活を忍耐を持って続けることができます。さて、あの注意点があるんですけど、この後ですね、今日読んでないですよ、この水、良い水をもらったっていう時に、その後は水を取り上げようとしてアマレク人がやってくるんですね。気をつけないといけないんです。攻撃がやってきます。モーセはその時ヨシュアという人を指揮官に任命します。まあ、ヨシュア登場です。そして自分はどうするかって言ったらね、戦争行かないんです、モーセはね。何するかって言ったら立つんです。立ってるだけなんです。なんで立つかって言ったらね、手を挙げるんです。そして手を挙げるっていうのは祈ったんですね。戦いの時にモーセが手を挙げていれば、祈っていれば勝つんです。あー疲れた、はいやって言って手を下げたらどん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 負けるんです。で、あ、やばいやばいって言ってまた手を挙げて祈るんです。で、疲れるでしょ、だんだん人間だから。だから手を下げるんです。いやー、荒野の人生ですね、祈りがストップできないんですよ皆さん。疲れても手を挙げ続けて祈り続けないといけないんです。このいいものを、生ける大事な水を狙う敵がやってくるんです。で、モーセはですね、足も疲れてくるんですね。もう彼100、120歳ですよあ、いやいや、この時まだ80だ、最後120だからね。80でですね、ずっと立ってろって、
あら大変っていうことで、みんながほほほ、椅子椅子って椅子を持ってくるんですね。椅子っていうのは石です。で、彼は石の上に座るんです。石って何だったっけ？イエス様の上に座るんですよ。それで手はどうしよう、下げちゃいけないんですね。でもだんだん下がってくるんです。もう筋肉もあらへんって言って、それでアロンとフルという2人がね、お兄さんともう一人の人がですね、モーセが疲れないように、手を下げないように祈れるように、一人ずつ支えるんですね。だから敵に勝つことができました。エジプトを出て最初の戦争、それが手を挙げ祈ったことによって勝ったんです。この勝利を経験することは大事な経験です。霊的に苦しい戦いを覚えるときに、一回でも人生霊的に勝利したことを思い出すとやっていきますよ。皆さん、一度は勝った、神様今日は良かったという経験を持つことが大事です。あの時祈ったよな、あの時その時神様が私をすごく助けてくれた、この一回の経験が良い霊的経験としてずっと覚えてられるんですね。で、神様はこれはね、誰も忘れてはいけない、書き物に記しなさい、これ、ね、聖書のことですね。で、今も私たちは聖書をここを読むんです。初めての人を今日読んだのね。民に良い飲み水を与えるのが神様です。人生生き返る水です。それを狙う敵がいます。だからその時は祈り祈り祈り続けます。今も同じだって言いましたね。本当に神様なんているのかなと思ってる人、手挙げなくていいです。でも思ってる人いたら、本当に信じられないまだと言いつつがいたらね、よーく考えてください。疑う心を持っていたら、今日はよーく考えて家に帰ってください。神様が選んだ岩を打つ、そうすると水が出るんです。どんな岩でもダメなんです。神様が選んだお方です。イエス様です。イエス様しか良い水を出せる人がいません。ある荒野経験を経験した K さんがいるんですね。 K さんはですね、戦後子供の時にですね、お母さんを助け、兄弟何人もいて、お母さんが本当に苦労しているので助ける良い女の子でした。田舎から買い出しにお母さんのために行くんです。ある日そこの主人がですね、おいおい来い来いって言って、買い出しに来たんだろうと言って納屋に連れ込まれて乱暴されたんです。まだ子供ですよ。ある日は食べ物があるというので、男の人たちに山に連れ込まれて乱暴されたんです。集団暴行ですね。これはもうこんなひどい人生、私には忘れられない悩みが多いこの人生と言って嘆くんです。で、ある日子供の時お姉さんが亡くなりました。そうするとね、お母さんが泣くんですよ、おいおいと。そしてこう言うんです、お前が死ればよかったのに、お姉ちゃんが死んでと言ってですね、その女のケイさんに向かってですね当たるんですよ。お前はいらない、お姉ちゃんが欲しかったと。で、ケイさんは結婚するんですね。戦争を花嫁で軍人さんと結婚してアメリカにやってきました。で、夫はですね、素晴らしく派手な生活をする、女性関係がひどかったんですね。で、彼女はまた悩んだんです。ちっちゃい頃から悩んでばっかりいるんですよ。大人になって結婚したらいいと思って日本を離れたのにまた悩むんです。でも別れよ、日本に帰ろうと思ったらけどね、子供がちっちゃいからさようならと子供残して帰れないでしょ。で、また悩んだんです。別れられない、でもひどい生活だと。
でキッチンで、まあ、いつものようにお皿を洗ってやっていた時に人影が外であるんですね。え、人がいる、あ、もしかしてイエス様だと感じたんです。あの聞いていたイエス様だ。そしたらね、なぜか平安がやってきたんですね。でもう教会に行こうと決めたんです。で信仰生活をスタートしたんです。で彼女の生活はですね、加えタバコにお酒の瓶ゴロ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 、ウイスキーも焼酎も何でもあれっていうやつですね。でもね、変わったんです。神様を愛して熱心に毎週教会に行くようになりました。もう本当に人生が変わってね、今までは悩む顔でしょう、でも笑う顔に変わるんです。生ける水でやってきてもそれで満たされ始めるんですね。でもね、横では夫がね、冷めた目でこう言うんです。意地悪で、おい、教会通りとどっちを取るんだと聞くんですよ。大変なことになった。あ、もしかして私追い出されるかもしれない、もしかしてもう教会行けなくなるかもしれない、やっと良い水に出会って飲めるようになったのに、イエス様、あなたから離れられない、この水を飲むのをやめたらまた昔の悩む人生に逆戻りですよ、どうしようか。でこういう時はね、喧嘩って言うけどね、この喧嘩してても負けるから喧嘩できないでしょ。で戦いっていうのはこういうのを霊的な戦いっていうんですね。でこの心の戦い、霊的な戦いに彼女は入ったんです。その時にダメだと思っても戦わないとと思って、イエス様ですと、私はイエス様を選ぶと言ったんです。そしたらね、夫は負けたんですね、霊的戦いに。一緒に教会に来ちゃったんですよ、夫が。なんということでしょう。それから夫も一緒に教会の奉仕をしました。死ぬまで夫はずっと奉仕をしたんです。たまたまね、手がすごい器用で何でも直せる人っているじゃないですか、あれだったんですよ。だからね、教会のものちょっと見たら言葉は悪いよ、やってやるよって言っていますね、そういう言葉が悪いけど全部できるっていう人、あれあれあれです。でずっと死ぬまでイエス様のために奉仕するというのを貫いたんです。夫が本当に安息の時が準備されてたんです。やってきたんです。最後まで、死ぬまで K さんは良い水を飲み続けました。神様が打った岩はね、水が注がれ、それを飲まないといけないんです。皆さん、その水は美味しい良い水です。聖霊が注がれる、それを受ける人生です。お祈りいたします。天のお父様、今日は本当に神様がいるのか、まだ疑ってて信じられないという人が家に帰って考えて、イエス様を信じたいなと思って水を飲み始める特別な週をあなたが与えてください。一人一人が信仰を吟味して霊的戦いを覚えている時にはきちっと勝利ができるように、神様あなたが戦いを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。引き続き賛美いたしましょう。どうぞご起立ください。You.
週は、心が渇いていればイエス様の水を、生ける水を飲んでほしいと思います。そしてですね、これに見る誰も漏るべき、誰か漏るべき、誰も漏れちゃいけないんですね。天国に最後の永遠の安息に入るのはみんな入ってほしいんです。誰も漏れちゃいけないんです。みんな天国に行くんですよ。だからイエス様を信じて救いをいただくんです。お祈りいたします。私たちのために死んでくださり、良い水を与えてくださったイエス様の素晴らしい恵みと、神様の優しい愛と、聖霊がくださる素晴らしい交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。ご着席ください。報告に移らせていただきます。受難節です。主が私たちの罪を担うために苦しみを受けたことを覚えます。霊的成長のため聖書を読み祈るデボーションタイムを持ちましょう。礼拝はコロナ対策のためルールに従い行われています。日曜礼拝は日曜日の朝9時、教会ウェブサイトでライブ参加ができます。過去の礼拝も教会のウェブサイトで閲覧が可能です。日曜日の6時より卓球ミニストリーが行われています。第3土曜日はシニアのためにお弁当が準備されます。希望される方はオフィスに連絡をしてください。無料です。オンライン日本語幼稚園クラスのために祈りましょう。小学生対象日本語サンデースクールは毎週日曜日3時半より Zoom で行われています。バイブルスタディは第2、第4月曜日7時半より、漫画バイブルスタディは第1、第3月曜日7時半より Zoom で行われています。洗礼を受けたい方、教会のメンバーになりたい方は牧師までどうぞお知らせください。4月の1日と8日2時半より子どもハンドベルの練習があります。4月の1日の土曜日1時半よりイースターエッグペイントのクラスがあります。4月の7日金曜日7時から受難礼拝です。サウスベイ地区教会の教会で合同です。場所はレドンドビーチファーストチャーチです。4月の9日日曜日はイースター礼拝、7時、英語部、英語、そして9時が日英合同、10時半が英語ですね。死に打ち勝った主の復活をお祝いいたします。また子どもハンドベルの特別演奏が準備されます。以上ですが、他に何かありますでしょうか。大丈夫ですか。それでは本日の礼拝を終わります。